ちゃん、ふーちゃんさ、人間疲れちゃったんだよね。ああ。だからさ、サウナしない？サウナ？聞く？うん。だから、サウナに行こう。導入とか苦手なんだけど、どうしたらいい？苦手なんだけど、どうしよう。何すればいい？どんなのがいい？あ、じゃあこっちが振るわ。はい、じゃあもう一回、はい、うん、あ、いいよ。なるほど。じゃあもう一回最初から、うん、でもさ、活動やばくて疲れちゃったんだよね、正直。どうやったら回復するかな。そんな時は、うん、サウナがいいよ。サウナ、うん、あ、よく行ってるもんね。そう、サウ活、サ活、サ活。だからこの大自然の中で、一緒にサウナをしようよ。やろっか。うん、教えてくれる？いいよ。せーの。人間、始めます。人間、始めます。これ？あ、いい匂いする、なんか。いいよ、ね。お、おー、これがサウナです。サウナ、もう。初めてのテントサウナです。テントサウナです。もう暑い。何度これ？42とか。ロールします。いきますよ、はい、これやってみたかったの。いい匂いするよね。すごい、上がる上がる上がる。サウナ80度ぐらい。え、80度？野外で整います。あ、いい匂いする。これもね。我慢して、本当はそのぐらいがいいんだけど、ね、やばかったら埋めるけど。ああ、無理だ無理だ無理だ、痛い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 。多分2回目は大丈夫。慣れてる。整ってます。一応ここら辺までやった。痛い痛い、あ、冷たい痛い。でも整ってる。なんか白くなった。そうそうそう。うん、まず森松ってカテゴリー作っとく。ありがとう。森松、次の森松いつですか？不定期更新。不定期更新。森松、お姉さんのページ内で森松作っとく。こういうことか、YouTuber が人気でんの、なんか団体の。あ、そういうこと？ね、わかんない。確かに、でもだなんかさ、会話生まれるしね。ね、一人じゃこうなんない。確かに。これさ、でも水風呂浴びたさところの足はさ、うん、ちょっとこうなんか熱がさ、一、ね、回入ったものが、うん、もサウナの語るみたいな。さっき語ってサウナ行って熱かった、我慢できなかった、うん、で水入るじゃん、うん、こっからなんかさ、ジュワーッあれしたちょっとまだまだ感じる、まだ感じない、うん、2回目からいけるかも。2回目から、でも水がね、冷たすぎた、これは、うん、これは冷たすぎた。2セット目
だそうです。2セット目いきます。そういうのがあるって知らなかった。2セット目いきます。だんだん仲もいい感じになって。いい感じ。怖い。参ります。いきます。あ、最高。あ、次逆サイにする？何？あ、でも、過ぎるかも、こっちは。あ、近さであれなんだ。ちょっと、気をつけて、ここちょっと。あ、こっちやばいな。ちょっと、ま、始まりはね、前だね。今、これでなんだ。あ、ちょ、これずつ。これ7分です。やりましょう。あははは。やってるな。やばい。これで。あ、広がった。広がった。もっとやるそうです。顔の汗やばくない？だいぶ、あ、目に汗入って。これ入れる。いや、なんか1回目よりも、あ、さっきより1回目よりも出てきた。あ、疲れないって。さっきよりは、さっきよりカエル座り深くなりました。あ、さっきより痛くない。やばい、耐えられなかった。姫が記憶が記憶。なんか血管が主張し始めて、めちゃめちゃ水入ると治るらしいんで、ちょっと本当か実験してみます。ぬるくなった水風呂。ああ、多少、うん、多少。すごい初めて。いや、もうまだ早い、まだ早いか、まだ早かったけど、きっと後から。こうでも3セット目。違う、レベルが違う。レベル違う。レベル違うわ。やばいやばい。もう暑いね。もうやばい。もう暑い。レベル違う。レベル違う。20度ぐらい上がってるもん。あ、いいね。うん。あと2分ぐらいだったら、膝に痛みが生じたので、ちょっと出てきちゃいました。無理はしない方向でっていうことで。あ、膝真っ赤。真っ赤。浸かるのはちょっとやっぱまだ早いな。うぅ、貫禄出てきたね、3セット目で。ちょっとお腹とかは寒いかも。祈るだけ。ずるいな、ずるいわ。
早い、無重力状態早い。人間ってなんかこうだったなって、取り戻してる。取り戻した。息を吸って吐くっていう重要さをなんか、なんか人間ってさ何気なく息とが吐くじゃない。まあね、なんかあれってやっぱ良くないよね。感じた方がいい、なんか人間ってやっぱさ息を吸って吐くっていうこの自然の原理にちゃんと戻る必要があると思うから、今なんか戻った。ちょっとじゃあ定期的に戻った方がよくない？ね、なんかいいね。人間に生まれてよかった。いや、よかった。よかった。会えてよかったよ。会えてよかった。お腹は鳴る。だいぶ入ってるじゃん。もう一回入った方がいいか。軽く温まってきた方がいいか。ちょっと温まってきた。つるやってスーパーに来ました。なんかすごい安くて美味しいね。なんかふーちゃんがつるや来ただけでた。ついについにつるや来ました。ちょっと見てきます。店内はさすがに映せないけど。それではふーちゃんが初めてつるやでお買い物しました。はい、私の本日あの新幹線に帰るんですけど、平山さんの鹿児島さんの刺身を新幹線で食べたいと思います。あと、マカロニサラダ、なんとつるやのマカロニサラダ、やばい、60円、やばいよね。大丈夫かな。あ、絶対美味しいので、ね、なんかお土産もね、はい、いっぱい買って見せて、はい、パン美味しかったよね。ソーセージ、ソーセージ、ソーセージめっちゃ買ってんの。あと2種類買ったのは、なめたけのチューブみたいな。あともう一個あるの。あとなんだっけ、いろいろ買った。なんか葉っぱ。葉っぱ。なんかツルヤオリジナルの野沢菜。野沢菜ですね。3種類ぐらい買ってんの。いや、覚えてる。ソーセージとかあと、うん、厚切りレモンとかも買ったんで、オリジナルのいっぱい買ってた。じゃあなんかちょっと早めに行くことまた来ようね。また来よう。ありがとう。